こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も単行者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、三千樹梢に吟ずです。山の蝉が秋の訪れを告げて、高い木の梢で鳴き始めた。なお中国の蝉の鳴き声はジーラジーラと表され、これを治療治療、つまり知ってるぞ知ってるぞと恩赦します。高い木の枝から人の心まで見通しているのであろうか。類語として新仙紀という人の少林寺に遊ぶという詩の中に、帰路演歌の晩、三千諸所に吟ずの句があります。テーマから三千樹梢に吟ずを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。